ダム、シングル最強を決める真夏の祭典ファイブスターグランプリ2022。11回目の開催となる今年は過去最多の出場選手がラインナップ。7月30日、7月31日大田区総合体育館での開幕 2days を皮切りに、宇宙一きらめくプロレスリングスターダムが全国各地さまざまな会場で女子プロレス最高峰の激闘を繰り広げます。レッドスターズ、ブルースターズ、より多くの勝ち星を挙げた代表選手が優勝決定戦に進出。そして真夏の女子シングル最強を決める最終決戦は10月1日、プロレス初開催、そしてスターダム初進出、東京武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナに決定。大会情報、リーグ戦出場選手、チケット情報は続報をお待ちください。ファイブスターグランプリ2022、およそ2ヶ月にわたって開催される、赤と青が織りなす美しくも劇場的な戦い、ぜひ各会場でご覧ください。究極のプロレスラー育成ゲームがスマホで登場、新日本プロレスストロングスピリッツ。育成方針は無限大、己の力で最強のレスラーを鍛え上げろ。戦う相手は世界中のプレイヤー、スリリングな攻防を制し頂点を目指せ。新日 SS で検索。武士もオールスターカードゲームリバース、スターダムの戦いの女神たちがカードゲームに降臨。リバーススターダム発売。武士ロード、女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。